こんにちは、山周平です。大阪から東京への旅、楽しみなのは道中のサービスエリア、ご当地グルメなど、楽しいものがいろいろあるんですけども、鮎沢のサービスエリアでこんなものを見つけたのでご紹介させていただきます。世界文化遺産富士山登ろう。こちらですね、トイレットペーパーでございます。富士山の豊富な湧き水で製紙業が盛ん、富士地区はトイレットペーパーの生産日本一だそうです。これは知らなかったですね。なんと富士山の湧き水がトイレットペーパーに利用されていると。それでは開けてみたいと思います。何やら高級感漂う感じですね。こう絵が描いてあるんですよ。こう工場があってですね、まあ、それぞれ説明文があるんですけども、こうズズズズズっとこう山を登っていくんですよね。これ5合目って書いてあります。そして 2500m、 6合目と来て、2800m、 そして7号目来て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 9号目まで来て頂上。これはナイスアイデアですね。2枚重ねでしっかりしていて、でも柔らかくて使い心地も良さそうです。これはですね、お土産とかに面白いですし、いいんじゃないでしょうか。というわけで、世界文化遺産富士山に登ろう、トイレットペーパーでした。ぜひ見つけた際は手に取ってみてください。それではまた。逆さ富士が出てくるわけですよ。